ウェザーニュースキャスターの山岸愛理です。11月19日火曜日の全国の天気をお伝えします。北日本は傘の出番となりそうです。東北は雨が降ったり止んだり、北海道は日本海側ほど雪が降りやすく、沿岸では強い風を伴って吹雪による視界の悪化に注意が必要です。西日本から東日本は西から天気は回復へと向かいます。関東エリアも朝まで雨が降る可能性がありますが、その後は日差しが優勢になりそうです。ただ西日本から東日本は気温がぐっと下がるところが多くなりそうです。寒暖差で体調を崩さないよう暖かい服装でお出かけください。以上、全国の天気をお伝えしました。